どうも皆さんこんばんは、アイワナビーです。今回はね、ソロ死んだら即終了ということでね、やっていきたいと思いますけどもね、まあ僕30代なんでね、やっぱ温かい目で見守ってくれれば軽くソロビクル取っていきたいなと思いますんで、皆さんお付き合いのほどご協力をよろしくお願いします。さあマッチングいたしました。じゃあやっていきましょう。ちょっとここでね、僕のファンからね、数々のお便りが届いてるんで、そのお便りについてお返ししたいと思います。質問ですかね。じゃあ読んでいきましょう。ペンネーム聖徳太子さん、足に力入れるとどうなるんですか。またそんなネタやってるのか。昇天します。気持ちよくなります。ありがとうございます。続いてのお便り読んでいきます。くもたんさん、口臭いですね。喋らないでください。ありがとうございます。感謝の極み。みんなそういう質問ばっかりやね。続いてのお便り、ペンネームまよまよさん、いちいちお前関西気取ってマクドマクドうるさいね。何よ、ビッグマクド、朝マクド、チキンマクドナゲットだよ、ま、マクド最高。取り乱しました、すいません。じゃあ次のお便り寄っていきましょう。ペンネームワイルドポークさん、顔キモいですね。誰がバゼルギウスみたいな顔やねん。まあ確かにジャガイモの水分飛んで腐ったような顔してるけど、ほんまこんな質問はかせへんなお前ら、ほんまふざけやがって。俺が見ていくよほんま。まあやっていきますよほんと。まあ僕みたいなレベルになるとね、やっぱタワーにね降りてね、こうバチッとね決めていきますんで、まあ皆さんねちょっとご協力ご鞭撻の方よろしくお願いします。続いてのお便り読んでいきます。ペンネーム黒子さん、黒子さん雑魚ですね。はあ、すいません、システムはできるんで、僕そんな誹謗中傷なんでも大丈夫でございます。いやーほんとザコザコ言いやがって、ほんと調子乗んなよほんま。うわ、なんやお前、やばい、うわ、ご視聴ありがとうございました。